はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、こちら、パズル&ドラゴンズ、ガチャドラ、ソーラーフィギュア。はい、こちらをですね、とあるゲームセンターの、景品としてね、ゲットしました。はい、パズル&ドラゴンズ、パズドラの、ガチャドラが、ソーラーパネルでね、手が、こうやってね、動くんですよ。はい、今動いてると思いますが、さあ、こちらをね、開封していきたいと思います。ソーラーパワーでガチャドラがゆらゆら動くよ、と書いてあります。はい。パズル&ドラゴンズ、全一種、ガチャドラ、ソーラーフィギュアと。はい。アミューズメント専用景品です。はい。非売品ですね、だからね。まあ、一般では販売されてないと。はい。まあ、こんな感じですね。では、早速開封していきたいと思います。ここにテープがあってあるんでね、カッターで切り込みを入れていきましょう。ふっ。4箇所ですね。はい。これで開くんじゃないかな？お、開きますね。いきます。おお。おお。お、ちょっと待てよ。ん？どうなってんだ？まずこの台ごと出せない。くっついてんか？はい。まあ開けてみるとこんな感じでございます。すごい金ですね。はぁ、あ。で、後ろには、超激レアって書いてあります。はい。では、本体ごとね、出してみましょう。おぉ、はぁ、あ。はい。中には、パズルドラのあのマークですね。はい。こんな感じでございます。いや、すごい、かっこいいな。金光りがすごいね。で、このソーラーパネルで動いてます。ここ、押さえると、止まるんかな？そんなことはない。これずっと動いてるんですね。まあ、電気がなくなる限り、なくならない限り。で、口も一緒に動いてます。はい。で、後ろは、翼と尻尾がね、輝いてますね。はい。パズドラだったらね、この角度だけしかガチャは引けないけど、こうやってフィギュアにするとね、こう360度、一回転してね、見ることができます。ないですね。はい。さてですね、ここからです。まあこれ開けてね、まあいつもの開封動画だったら、まあこれでこんな感じで終わるんですが、まあやっぱこれだけではつまらないですよね。やっぱパズドラですよ。はい。もうとても縁起がいいですよね。金の輝いた手が動いてるガチャドラ。これはね、すごい縁起がいいと思う。でですね、ちょうどですよ、今ですね。さあ、パズル&ドラゴンズ。はい、こちら。パズドラです。はい。ゴッドフェス開催と書いてあります。あ、今ですね、ゴッドフェスがやってんすよ。はい、ゴッドフェス前半開催中と。まあ、ハンターコラボもやってんですけど、今回、ゴッドフェスが来ました。7月31日のですね。で、新キャラとしてね、なんかいろんな雪村とかね、なんか新しい、5体のキャラが追加されたそうです。はい。で、今、石が16個あるので、こちらのガチャドラと共に引いてみたいと思います。これは絶対ね、金出るでしょ。出ないわけがない。さあ、ガチャドラに触ってもらいましょう。はい。まあ、ここにちょっと、こうやって反応してもらえればとてもありがたいんですけど、まあ、それはできない。こっちの動いてる手にも触ってもらいましょう。あ、止まっちゃった。はい。口にも食べさせよう。はい。これで出るでしょう。さあ、行きます。3回引いちゃおう。ね。3回引けますんで。狙うはね、ちょっと私光変わり欲しいんですよね。チームがですね、パンドラ、ベジット、ホルスとなってるんですけど、ホルスにですね、光カーリー入れたいんですよね。まあ、はい。はい。まあ、光カーリー狙いでね。あと、劉備とかも欲しいですね。バステトを持ってんで、バステトバニも使いたいです。はい。では、行きたいと思います。これはね、絶対金出る。だってこんなね、金が横にあるんだよ。出ないわけがない。行くぜ。さあ、同じ。ほら、かっこいい。かっこいいね。よし、行くぜ。頼むぜ。う
おし、さすが、誰だ、お、緑ソニア、いや、いいね。赤さに持ってんすけど、緑ソニア初めてです。いや、ありがたい。いや、ガチョダラさん、ナイスですね。はい、緑のソニアが出ました。黄のソニアです。さあ、1回目順調ですよ。あと2回。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。もうこいつがいるんだからね。絶対金になるはずだから。さあ、2回目。頼むぜ。頼むぜ、頼むぜ。ふぅ。おお、すごい。おお、ウルド、ウルド、ウルド。ちょっと待って。ウルド3体目だ。ちょっと、見せますけど。あれ、ウルド消しちゃったわ。あ、すいません。ですね。ちょっとまだ育ててないんですけども。あれ。ですね。ウルドは、どこだ？いた。はい、ウルド。これ2体いるんですよね。で、今ので3体目です。ウルドパ作れますね。いや、いいね。緑ソニアからのウルド3体目。さあ、ラスト1回。ガチャドラのおかげだな。頼むぜ、最後の1回も。ここで光返りとか出ればもう最高なんだけどな。よろしく頼むぜ。いきます！ふっ！おお！最後プラスついたぞ！おお、誰だこいつ。あ、ドラゴンライダー、ライダーですね。あ、闇のライダーか。あ、今ちょうどサーティワンコラボ来てんでね。好きだけできますね。まあ、いいですね。いや、よかった。はい、はい。とてもいい結果となりました。さすが、ガチャドラですね。完璧ですよ。はい、というわけですね。まあ、パズドラね、アプリの方を使ってね、ガチャ3回引きましたけど。まあ、いいっすね。こいつもう縁起がいいんでね。もう必ず金を出してくれます。はい。ということでね、まあ皆さんもこちらのガチャドラをゲットしてね、ガチャ引くと絶対に金が当たるんじゃないでしょうか。これは金が当たりますね。もう、どう見てもね、当たるような縁起を出してるもん、ほら。だって同じだぜ、ガチャと。こんな金ピカ光ってんだもん。出ないわけがない。はい。ということでですね、まあガチャドラ、これからも大切にしてね、いつもガチャ引くときは、この子のそばで引いていきたいと思います。はい、ということでね、まあ今回これで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。